ポミです。前回の動画に引き続きまたまた推し活をしてきたので、今回はゆるーくこんな感じでアフレコを入れながらお伝えしていこうと思います。今回は湘南ベルマーレ対北海道コンサドーレ札幌の試合を見に、レモンガススタジアム平塚へ行くべく、今平塚駅でバスを探しています。なんせ車でしか行ったことがなかったので、ちょっと苦戦しました。また雨予報やったんでレインコートを買いました。お洋服はリズムさんのバイスリーです。ポムちゃんのねストラップもつけて準備万端なんですが、ここでまず1回目やらかしました。なぜかタクシー乗り場に並んでます。なんでな、なんでな、もうバス乗りたかったんよ私。タクシーが目の前に来てから気づいて、もう恥ずかしかったんでそのまま乗りました。平塚駅からスタジアムへタクシーで千数百円したから、絶対みんなバスちゃんと利用した方がいいと思います。やらかした。そんな今日お目当ての推しは岡村大八選手と菅大輝選手です。こんなストラップまで買っちゃってもめっちゃ楽しみにしてました。すがちゃんも大八くんもスタメンやったでーと喜んでおります。久々にベルジーにも会いました。こうやってなんかビジター側にも来てくれるのいいよね。札幌のグッズショップも見に行ったんやけど、欲しかったタオルはやっぱりなかったということで、友達と合流したのでスタグルを買いに行きました。ツイッターでたくさんのフォロワーさんにおすすめしてもらったキッチンカナロアさんかなを買いに行きました。今回チケットは札幌のお友達が取ってくれたんですけど、ビジター指定席ライズアップシートやって、このゴール裏を通っていかなきゃいけないのがめちゃめちゃそわそわしました。ベルマーレの新スタジアムの署名活動を行われていたので、お名前書かせていただきました。できますように。こんな感じでお席にやってきたのでスタグルを食べていきます。なんかこの時間一瞬雨がちょっと収まってくれたのでゆったり食べれました。今回買ってきたのはこちらのシラスとローストビーフ丼です。リプランでもめちゃめちゃ人気やって、行く前から絶対これ食べるって決めてたんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。ローストビーフも本格的で柔らかかったし、シラスもすごい美味しかったです。食べ始める前に感想言ってもらった。アフレコむずい。あ、これもシソ苦手なんで溶けてます。で、食べ始めてから写真撮ってるっていう。じゃあね、時間が余ったので推しの話をしますと、まずすがちゃんは世代別代表の時からすごい特に好きな選手で、やっぱりなんといってもあの両足から出る、コース、そして威力ともに素晴らしいミドルシュートが分かりやすくやっぱり心をつかまれて、とても応援している選手の一人なんですけど、ポジション的にも左サイドどこでもできる選手なので、チームにいるとすごい大きい存在な選手やなぁと思いながら、いいなぁと思って見てます。もう一人大八くんは去年一昨年かなぐらいに札幌の試合をたまたま見に行った時にめちゃくちゃ目を引かれたんですけど、私ミーハーなんでこれまで結構前目の選手しか好きになったことなかったんですけど、初めてあのセンターバックのかっこよさに気づきました。とにかく対人にめちゃめちゃ強くって、本当にもう各チームのエースストライカーと呼ばれるような選手たちを封じ込めるプレーがめちゃめちゃかっこいいです。この日も最高でした。札幌はもちろん湘南も今季得点そして失点ともに多いチームなので、このカードは荒れるんじゃないかと期待しておりました。やっぱり予想通り、札幌が前半先制したんですが、
後半湘南ベルマーレの PK、 そして立て続けにゴールがあり、湘南が逆転したと思いきや、全然そこでもね、札幌まだまだ決めそうやな感はすごかったんですけど、なんとそこからまた3点も決めてきた、本当に攻撃的な札幌でした。浅野選手、そして金子選手の勢いがすごすぎて、代表あるんじゃないかと、ちょっと期待しています。中盤には交代で出てきた選手たちが大活躍で、特にスパチョーク選手のシュートはめちゃくちゃすごかったです。目の前で見てたんやけど口ポカーンってなりました。最終的には4対2で札幌の勝利。攻撃陣はもちろんですが、90分間町野選手を抑え続けた大八君もめちゃめちゃかっこよかったです。2週間セレッソお休みしたんですが、来週また平塚にやってきます。最後バス待ちもして充実した推し活ウィークでした。見てくださってありがとうございました。おやすみなさーい。